高気圧に覆われ広い範囲で晴れた今日の県内、気温も上がり、日中の最高気温は上越市高田で 30.4 度、湯沢町で 30.2 度の真夏日に、23の観測地点で今年最高を更新しました。今日はもう朝から暑くて暑くて参りました。やっぱりいると思うし、暑い、長袖でも暑い。新潟市西区も強い日差しが照りつけてじりじりとした暑さとなっています。そんな中、こちらのスイカメロン畑では農作業が行われています。今日から蜂が入って交配をするのに剪定作業ですかね。暑さに耐えながらやってます。季節外れの暑さとなりましたが、農家にとっては果実を大きく実らせるための大事な時期。はい、もう4日したらあれになります。最初すげえ、本当1日ごとに大きくなるんで、やっぱ植物なんで待ってくれないんで、どうしてもやらないといけないんで頑張ってます。熱中症予防のためこまめに水分を補給していました。やっぱりうまいですね。喉渇いてるとやっぱり違いますよね。暑いとなおさら。冷たい飲み物を求める人は長岡市のカフェにも。真夏と、割と近いぐらいの、その比率なんじゃないかなって。冷たいドリンクの方がよく出てるかなって思います。最高気温が 28.9 度と今年一番の暑さとなり、今日は注文の7割が冷たい飲み物だったということです。ちょっと冷たいものを飲みたいかなと思ってたまたま来た感じです。若干 1,2 度涼しくなる感じがします。こう急に、ね、暑くなると結構着るものとか体調面とか管理するのが大変かなと思うんですけど、夏っぽくてこれはこれでいいのかなっていうふうに思います。県内は明日も気温が上がる見込みで、最高気温は阿賀町津川で33度などと予想されています。引き続き熱中症に注意が必要です。